ファイナルファイトには、1993年5月22日にカプコンから発売されたスーパーファミコン用ベルトスクロールアクションゲーム。ファイナルファイトシリーズの2作目。初代ファイナルファイトはアーケードゲームだったが、本作以降のベルトスクロールアクションゲーム形式のファイナルファイトシリーズはコンシューマーゲームとして販売された。使用できるキャラクターは本作の主人公であるマキ、前作から続投のハガー、そして義教神から助太刀を買って出たカルロスの合計3人。前作でマッドギアは壊滅したが、マッドギアの残党がハガーたちへの復讐として、ガイの婚約者であるレナとガイの師匠である源流斎を誘拐し、その二人をハガーたち3人が救い出すというストーリー。アーケード版の前作と比べると、グラフィックや操作性は大味だが、スーパーファミコン版の前作とファイナルファイト外よりは格段に進歩している。敵へ与えられるダメージは前2作より少なくなったが、逆に敵から受けるダメージも少なくなった。さらに前2作では不可能だった2人同時プレイが可能になり、コンティニューの際もステージの途中からプレイ再開可能になったため、前2作よりも遊びやすくなっている。また、隠しコマンドにより、同キャラクター2人同時プレイが可能となる。本作はファイナルファイト外と同様に難易度が4段階あり、その難易度ごとにエンディングやスタッフロールの内容が変わる。最高難易度のエキスパートでプレイすると完全なエンディングとスタッフロールを見ることが可能。2014年8月27日から Wii U のバーチャルコンソールで2016年11月21日からニュー・ニンテンドー 3DS で配信が開始された。基本システムに関しては、ファイナルファイトゲーム内容を参照。また、前作と同様に、パンチハメも可能。前作同様、ラウンド中の障害物を破壊すると出現する。また、柱などの背景に隠されているものもある。マッドギアを壊滅し、平和を取り戻したメトロシティであったが、マッドギアの残党が、世界征服計画の声明を出したことから、市長マイク・ハガーは不安に陥っていた。そんなある日、市長のもとに、ガイの師匠、源流斎の娘であるマッキから電話がかかる。内容は、マッドギアにより、源流斎本人と長女のレナが拉致されたとのことであった。ガイは修行の旅に出ており、不在のため、ハガーは居候である、カルロス、源を引き連れて、マキと会うために二人が拉致されている香港へと飛び立った。マッドギアの残党が集まって生まれた組織。本拠地は日本で、香港とヨーロッパに支部がある。敵の体力は色で区別されており、黄色黄緑淡い黄緑、エメラルドグリーン水色青緑灰色ピンク、白の順となっており、右の色に行くほど量が多くなる。雑魚キャラクターボスキャラクターゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは 7.7、7.6 の合計27点、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており 23.3 点となっている。ありがとうございます。